下の方に穴があるんですよね。その穴のところにその塩水が入ってきて、それの音がね、ドドンという音がする。そんで、その音を例えて雷様のような音が、雷音の名前です。海水吧从那边冲过来的时候会在这里响像打雷那样子所以在这边的话你们用的是蓝波亚蓝波亚蓝波亚的这个蓝波亚的话ここにもありますけど蓝波亚的波という字が紙幣になってるんですでなぜ紙幣になったかというとお師様にさらされる谷間だということなんですそれでこの棒が紙幣に对，它是很乱的，就是说没有规整的那样子的。另外，爆呢，说是日光晒的爆那样子，不是说火爆的爆那样子。大概是13000万年前。海岸なんですね。对，它当时其实是。リアス海岸と言われてる。对，就这在地壳变动的时候，已经把它推出来了。我们看到竖向的那个岩的层那样的，它本来应该是平的。就是贴着那个地球吧那样转的但这个地形变动以后就变成这样子なんですね是斜线的差不多是直线那样的竖起来的そこにあの層が見えるでしょ湯岸にねあの層が結局あの泥とそれから砂との流気によってできた那每年就是这个地层吧哈不断增加那样的那那个这样的中间会有夹缝那个地方夹缝呢往往就有沙什么之类的就是海底吧会有一些沙什么之类的所以呢就是可以看出来每年的层吧那样子的分层那样子可以检验出它是13000万年前形成那个地形海底から出た泥黑泥なんですね黒いところだから白っぽいところが砂那白色那个就是当时的沙子那样的黑色的就是泥でこの黒いのがすごく硬い岩黑色的是非常硬的一个岩石この岩のことを黒石鉄なんていうその黒色的鉄岩它是叫 铁岩那样就是铁分比较高的那个硬岩それが今去年の去年の日本ジオパークに認定されております海水の色も変わりますよね。多分あ、そうです。鉄分が入ってるというですかね。そこまで。それはちょっと違うと思うんですけどね。它就是那个石头哈，就是黑色的，所以刚才说那个下面那个都是对，都会变成好像造了铁的那个铸铁那个。对对。あとはね、巣の鳥としてこのウミネコ、カモメの仲間なんですが、ここはウミネコなんですね。毒がつまるか、海猫。毒がつまるかというとね、クズ、クズパス、クズパス、クズの。あ、ちょっと。本当に。近いですね。写真撮れな。これ、これ、これ、北、北疆、有没有？对。この子。でもね、意外と天気が悪いんですけど、波が穏やかです。ああ、这个是直接到下面那个那个什么上的？对对对，那是海的，好像。これがね、もっと出る予定だ。ああ、本来は更出る予定でね、そうするとこれを使うと、下の海の水って。ええ、そうなんだけど、残念ながら、できないと思って。安全なんで、本来は海面、就是先到那个海上去那样子。直接看到海水。那走上去不是吗？それではね、ここでちょっと説明しますけども、あそこに浮き輪がありますね。あの浮き輪がね、わかめ。養殖、養殖わかめ。いや、那个就是。なんですね。海苔的是吗？これもちょっとちっちゃな羽がいますけど、私の隣のあたりがね、定置網の漁業なんです。它是定时的那个渔业，就是在放在那嘛，就是有鱼冲过来他们这边。这个毎日每天都有鱼可以来。で、ここの